おばちゃんでもわかるアニメコオッッドゥ,ドゥ,ドゥさあ冬だ受験だみかんの季節ってなわけでこたつにみかんの時期がやってきたな最近ほんま寒くなってきてもうみかんがないとこ,うこたつって言えへんみたいな時期になってきたけど本でもみんなはそんなこうおいしいみかんのみ分き方っていうのは知ってるかおいしいみかんってなんかこうちょっと平たくってなんか真っ黄色に売れてるような。 まあ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 、その辺がみんなが知ってるような内容かもしれへんな。ほんでもな、他にもポイントっていうのがあって、例えばで言うたったらば、皮が薄めで、なり軸言うて、まあこの枝のついた、この枝の切り口の部分やな。ここがちっちゃいっていうのが美味しいね。というのもな、みかんっていうのは、大地の恵みでその実を太らせ、太陽のもとで甘さを磨く。てな格言がある通り、土から水分を吸えば吸うほど実が太って、陽気が当たると甘くなんねん。 せやから水吸いすぎて大きくなると旨味がそのまま薄まってしまって味が落ちてませやから水のやってくる枝が細くて水がやってきにくいみかんほど小ぶりになって味が濃いみかんになるんやへえそうなんですねおそうやでしかもなこの枝が細いとよく垂れて日もたっくさん当たるから甘みも増すねすんが美味しいみかんに育てようって水が適度に流れてみかんが吸収せへんよう山の斜面に段々畑を苦労して作ったんやで 今でこそトラックがあんねんけど、うちの畑ができた頃っていうのは、じいちゃんが、もう牛とかを使って、ほんでこう、その辺の石をこう、一個一個組んでみたいな、そういう中でやっと育ててきた畑やねん。せやから、本当にな、昔の人たちが、今以上の苦労をして、この畑っていうのを作ってきたんやな。しかも、その、こう、気の遠くなるような苦労をした理由というのが、ただ、うまいみかんを作りたいっていう。ただそれだけやねん。 平地やとやっぱどうしても水が流れへんからこう身までこう水分が吸ってしもうって大きい薄味のみかんがなってしまう大変やけど山の急なところにだんだん作って石垣組くんでまあ、ほんまになんかそうやってこう苦労したら苦労した分だけまあ、おいしいみかんに育っていくんやしかもそうやって牛とかで生活をしてた時代に山の上の方の急な斜面にだんだん畑を作ってみかんで生活するっていうことは逆に言うともうそこに住まなあかんっていうことで 今でこそこうしてパソコンとかがあったり、車とかがあって、まあ山の中でもえ暮らしができるようになってきたちゅうのはあんねんけど、それこそ昔はすべてを捨てて、ただみかん作りのためだけに生きてたようなもんやったんやで。ほんとにみかんって大変なんですね。まあな、まあ大変なのはみかんだけはないんやけど、しかもな、このみかんっていうのは潮風でうまくなるっていう言い伝えがあってな。うちの畑も海沿いにあんねんけど、これは日の光が海に反射してたっくさん当たるかららしいわ。 しかも、だんだんやから日模様当たるし、うちでは地面の光をマルチって白い布を引いて、日光を反射させたりして、とにかく、たくさんたくさん太陽を食べさせて、甘くしたのね。そうやって苦労して作ったみかんを収穫したったら、小屋に寝せて、最後の仕事、熟成や。え、みかんって、鳴っているものをそのまますぐ食べたりとかっていうことではないんですかまあな、基本的にはそうやってなってるやつを、思いで食べても、美味しいんやで。 だからといってな、山の中こう車で走り寄ったらみかん畑があって、いっぱいみかんがなっとるから、ほんならなんかこう、あの、一個一個こうちぎって、なんかドライブがてら食べたれ、みたいな。なんかこう、そういうようなことをすると、こう、そうやって苦労した畑の、なんか農家の人たちを侮辱することになるから、絶対やったらか もうなみんなが帰り道にみかんを見て思い出食ってしまうみたいなことやってたらそりゃもうな学校の先生に呼び出し食らってげんこつ食らった後とに、まあ、放課後に部活を休んでなわざわざその人の家に謝りに行ってなんかこう話しに行くみたいなで話しに行った農家のおっちゃんが30分ぐらいこういろいろな話をしてくれんのやけどその時はひと言もななんか怒ることなくそうか,なんかうちの畑のみかんはそんなにうまかったかみたいなな、なんかそういう話をしてなんか心にじーんと来て本当ごめんなさいみたいな,なんかそういうふうになってもうあんまり取らない ようにします,ってこ,とすこれで美味しいみかんにはなんかこう小ぶりでちっちゃくて甘みがいっぱい詰まったみかんが美味しいっていうのはわかりましたけどでも皮が薄いっていうのも関係あるんですかそれでそれがこの熟成になんねん。ふは熟成させんと出すっていうこともまあさっき言ったとりあることはあんねんけどそうすることで壊れやすい酸っていうのが消えて甘みが残ってほんまに美味しい甘いみかんになんねん。 せやから熟成さすとこの取れたてのツルツルピッチピチのパンパンな皮やなくちょっとこう薄めで少し汚い感じになるし身も一回り小さくなんねんけど味の濃いえー、感じのみかんになんねやほんで今回はそんなみかんを100箱限定で親父からもろうて販売やだいたい市場価格で変わるけど5,000円から7,500円っていうののみかんを4,000円で売るわ肥料農薬とか経費がかかっとるけど儲けの大体いい1,000円ぐらいかなこれが全部ウェブ玉塾に寄付されることになるで これは直接俺から買うから、市場やお店とかの人の分の給料とかっていうのがかからへんから、まあ、それで3000円から4000円分安くなるわけや。あと、運ぶ運送屋さんの分もですよね。運送や。それでも4000円っていうのはむっちゃ高い。だって高すぎて地元の人とかが買われへんから、都市部のええとこで売ったりするやつやで。せやから、ほんまにみんなあんまり無理せんといて、まあ、ちょっと。 ウェジュクを何としても応援したいでっていう人とかあとそういうむっちゃおいしいやつやったらなんかこう食べてみたいっていう人。他にもおせいぼとかにちょっと特別な感じをとかで買ってみて余裕なかったら今教おえたものを元にネットで産地直送とかのを買えば気ゅきに乗ってへん分、少し安く買えるかもしれへんで確かに4,000円だったら僕はちょっと買えないですねでもなんかこの話を聞いてたらものすごくみかんが食べたくなりましたそうかほんなら誰でも簡単にできる少しおいしくできる方法を教えるわ まず1つ目は、買ってて週間とかしばらく置いて食べる。これだけで熟成っぽくなって酸が消えてくれるんやんで安いみかんやとそもそもちょっと甘みがそんな多くないから酸が消えてもあんまり味変わらへんってなるかもしれへんけどそれでも酸が消えるだけ少しでも美味しになると思うでへえそうなんですねでもなんか今買ってきてすぐ食べたいなもう、し訳ないなほんならカゴ入れて3分くらい振ったったりあとはなんかこう暖房の効いたあっ あったかーい部屋とかの中に1日置いてるとそれだけでも酸が消えて甘くなった感じになんで、ね、例えばで言うたったらチャリカゴ入れてちょっと犬の散歩とかって言っても酸が壊れて甘さが引き立つわあとみかんのいろんな楽しみ方で干しみかんこれは剥いたみかんを2時間くらい干しとくと干すって言うてもな別にその部屋の中とかに普通にポッと置いとったったよ、ね、するとなこう皮の表面が こう水分がなくなってな、なんかこう、パリッとした感じになるから、これな食べてみると、ほんまにな、なんか不思議な食感でな、なんかこう、口の中でパチンってはじけるみたいな。なんか干して、こう、パチンってはじけた後に、みかんの甘いのが、こう、じゅわっと口に広がるみたいな。なんかこう、そういうのとかもあるわ。あと、これ結構な、やってる人多いかもしれへんけど、アイスみかん。こいつも、こう、一旦むくんやけど、まあ、こいつは丸のままに凍らして、食べる1時間前とかに出して、んで、こう、なんかこう、やや半時計のところで食べる。 これやとなんかこう、リアルシャーベットみたいになって、こう、安いみかんでも結構いけるかもしれへんと思うわ。ほんで、みかんってまだまだそれだけやないで。ほな、みかんをな、食べるときに皮剥くやあれもな、どうやってむくんかっていうと、こう、リンゴの皮みたいにして剥いてみるっていう。これだけでも、意外と面白くてハマってしまうてな。なんかこう、もう、みかんこう、あの、皮を剥くためにずっと食ってるみたいなのとかな。なんかこう、むっちゃそんなんなって、もうむちゃくちゃ食ってましたみたいなのとかあったりとかな。ちなみにこれ、剥いたらどんな形になるのかとかはお楽しみやね。 あと、その、剥いた皮っていうような、なんかこう、天日に干しといて、カラッカラに乾いた時に、なんかこう、袋とかにちょっと詰めて、まあ布とかに詰めて、ほんでこう、お風呂の中で浮かべると、なんかこう、柑橘の香りたっぷりのみかん風呂とかもできるから。そういう楽しみ方もしてみてもいいかもしれへんな。ってなわけで、ウェブ玉クのみかん講座、どうやったやろか。寄付金になるから、もしみんな少しでも余裕があったら、よかったら、こう、そんな時に、ちょっとこのみかんのことを思い出してみてな。だいたい10キロ。で、なんか100個ぐらい入ってるかな。 50個ぐらいかもしれへんけど、すらみかんの大きさによるけどとにかく10キロ4000円や。100箱しかないから、もし売り切れてもうたら、買ってこっちから断るかもしれへんけど、その時はごめんな。ほなよろしゅう。